どうも、シェンです。こんにちは。はい、ということで、こちらがキープレイヤーズの高野さんです。高野さんは、皆さん知ってると思うんですけど、転職業界で、転職業界で一番有名な方というか、転職業界だけじゃなくて、いろんな会社に投資とかをされてて、上場させたりとか、いう、かなりすごい方です。ありがとうございます。持ち上げていただいて、ありがとうございました。で、今回はですね、僕らのチャンネルは基本的に新卒採用向けのキャリアのチャンネルなんですけども、転職領域も広げていこうっていうことで、今回高野さんにインタビューをさせていただきました。転職業界に今いらっしゃる高野さん的に、今の時期に転職をするっていうことに関してどう思われますか？飲食とか観光とか、はい、旅行ですとか、ホテル関係とかぐらいなんですか？ような業界は、はい、確かにマーケット自体が苦しくなってますから、求人してる場合じゃない、立属関係もそうじゃないですね。そういう落ち込みがあるところがあるのは事実なんですけど、デジタル系の業界については非常に求人ニーズが多く、面白いチャンスで正直みんな勢いに乗って頑張っているという感じです。3歳とかで割と早めに転職しようと思う方って、自分には何もないって思ってる方が結構いらっしゃると思うんですよね。転職において具体的にどういう形で市場価値を上げれるのかなっていう風に、結果を出すことが一番大事で、ただその若手の人に仕事の結果を大して求めてない企業が多いんですよね。大きい会社を中心に、まあ、どう頑張ったらいいんだみたいなところ正直あるんですよ。でも今は YouTube ですとか Twitter ですとかというような SNS ですとか、さまざまなインターネットのツールがあって、パソコンとスマホがあれば多くのことができるわけですよね。 YouTube のスキルですとか、 Twitter のフォロワーをちゃんと増やしていくみたいなスキルですとか、画像とかの方がいいんでしたらインスタの方がいいでしょうし、でこれって自宅でできることなんで、そんなに身に構える必要はなくて、で特にインターネット周りのところがとにかく伸びてるわけですから、この辺からやれば初期費用0円でできますもんね。やり始めたら手に取るように分かってくるんで、学生の方もできますもんね。大学生の方はもう絶対やった方がいいですよ。まあ、大学生の人にもらうと、いや忙しいんですよって毎回言われるんですけど、社会に出るとなんかもっと忙しくなるんで、はい、もう忙しいと思うんですけど、はい、別に YouTube じゃなくてもじゃいいですけど、はい、やることを目的するんじゃなくて、自分なりにこういうメディアを作るんで、という目的の中でやっていただいてもいいんですね。今できることをするということですね。ツイッターから転職してる人も最近も多いですけども、はい、自分が応援したい会社をよくコメントしたりツイートしてるうちに声がかかって転職したなんて人もいるわけですよね。 SNS ってそういう努力がある程度比例するんで、才能はあんまりいらないですよね。まあ、YouTube のエンチャン側は多分才能いると思うんですけども、 SNS 自体は努力することでスキルを上げることができるんで、学生や若手社会人の方には特にお勧めできるかな。同級生が新卒1年目として働いてて、会社辞めたいなって言ってる人も結構いるんですよね。そういう人たちの悩みとして、3年以内に辞めるとキャリアに傷がつくとか、ストレス耐性ないんじゃないかって思われるのが怖くて転職でしにくいみたいな話を聞いて、実際のところ転職では3年以内に辞めることってあんまり良くないことなのかっていうことについてお伺いしたいです。期間はあんまり関係ないですね。なので1年でも仕事の結果が出ていて評価される人もいるし、3年しても全然評価されない人もたくさんいます。特に日系の適用に伝わっている方は、その仕事を切り出して転職しにくいことが多いですよね。営業やってますとか経理やってます、これ職種が明確で転職しやすい職種もあるんですけど、会社雇用の仕事そういう方は逆に、ね、3年4年って働いちゃったら転職市場価値は下がっていっちゃう。逆に下がるんですね。大手に入ってた方が年賀状やから転職しやすいんじゃないかって思ってたんですけど、そういうわけでもないっていうことなんですね。大手だからとか中小ベンチャーだからとか、そこはあんまり関係なくて、その会社で何の仕事をするのか
ていうことなんですね。で別にその仕事に価値のある仕事ない仕事っていうのはないんですけど、転職でいっぱい声がかかる仕事と声がかからない仕事があるんですよ。まあ、声がかかる仕事っていうのがググった求人がいっぱい出てくると思うんですね。転職市場を研究するっていうのが、まあ、一番いいことですよね。そうすると気づくと思うんですけど、大きい会社だから高いとか低いとか関係なくて、転職って全部職種でされるんですよね。じゃあどういう職種がいいんだろうとか、もっと言うとどこまでやれてたら評価されるんだろうってことを勉強した方がいいんですよね。成長産業っていうのは日本は、まあ、世界もですけど、デジタル領域っていうのがものすごい伸びてるわけですから、そこにね、周辺の近い人っていうのは評価されやすくなるわけです。遠ければ当然なかなか求人がないとかどんどん減っていくということが起きてるわけです。例えば転職したとしても大きなキャリアに傷がつくかって言ったらそうでもないっていう。ただ、はい、1回目が半年1年で、はい、2回目も半年1年で、何回もこれ続いてたら正社員で採用したいとは言われないでしょう、ね、そうですね。業務委託とか業務委託でも難しいんじゃないかな。アルバイトとかちょっと試し期間にさせてとか、やっぱりちょっと不安になられますよね。それはしょうがないですね。だって逆に雇用する側の立場に立つ。そうですかね、うん、怖いですもんね。ちょっととりあえず大手に入りましたっていう人が多いんですけど、大手がダメなわけじゃなくて、それはもちろん会社によるんですよね。部門別採用で自分が経理財務の極めたいから経理財務でオファーしてくれたんで入りましたっていう方、こういう方はジョブローテーションしがちな大手に入ったとしてもスキルになってるから、いろんな転職先があるんですよ。そこまで考えて、はい、決めましたっていう方は違うんですよね、目的意識が。ただこういう風に考えてる大学生とか若手の方がちょっとしかいないんですよ。まず就職してなんか成長できるみたいな、 2,3 年やったら仕事一通りできるようになると思うんで、次の会社でも転職して違う職種にチャレンジできるみたいな、そういうことは基本的にはない。その仕事はすぐできるようになりますよっていうだけの説得できるものを持ってる人は大丈夫けど、多くの場合はなかなか難しい、持ってない人が多いんで、なんか書類も通んないとか、なんか面接も入んないんですけどね、入ってみたら全然できなかった、取る側もプロじゃないから、なんとなく取っちゃう場所もあるんですよね、はい、なんとなく取られちゃうっていうのも、まあ、ある種悲劇なんですけど、確かにそしたらやめちゃうとかミスマッチが生じるっていうこともあります、ね、できるって言って入ってますからね、そこで言うならじゃあ取るかと、あのしてみたらなんだよできねえじゃねえかよみたいなのは正直起きてますね。個人的に気になるんですけど、高野さんの一番の強みって何ですか？人に役に立つっていうことが好きなんですよ。これが多分最大の強みになってて、ビジネススキルでいうとマッチングスキルなんですよね。人の役に立ちたいという思いから X 社と A さんをマッチングして、それがまあ比較的当たってる。この打率がめちゃくちゃ高かったんで今のポジションに多分なってる、うん、加えてですよね、ちょっと伸びる産業の傾向がちょっと分かるとか、この起業家の人は成功しそうなというオーラが分かるとか。ちなみにそこの起業家の方のオーラが分かるっていうのも結構打率が高いんですか？と言われてますよ。自分で言うのもどうかと思うんですけど、だからそういういいお付き合いとかもできてるんで今があるので、自分の自力だとは思わないんですけど、はい、たくさん人に会ってるから感じるところがあるっていうのは事実じゃないですかね。ちなみに忖度なしで本当に正直に高野さんから見て僕のオーラはありますか？オーラはね、オーラタイプではないんですよねそれもでも分かんないですよ。3年あって5年経って変わる人いくらも見たから、そういう意味ではこれからの方なんで。ありがとうございます。今の話聞いて本当頑張ろうっていうふうに思いました。そうですね、はい、まずは春軍団みたいな今その一人、その軍団一人なので、もちろんね、全部それを自社の社員にするっていう才能があったら大きい会社になりますし、はい、僕は春さんといて YouTube 始めたんですよっていう人が増えてきて、で場合によっては一緒になんか事業とかも作ったりとか、し始めることがもしあるとしたらものすごい意味があるんです。その動画を見て、なんか一歩踏み出そうって思ったりとか、実際に SNS であったり、何でもいいんですけど、やってみようと思ってくださったらすごくありがたいです。もっと話を聞きたいと思った方は、下の概要欄に高野さんの YouTube チャンネルを貼ってあるので、よかったら見てみてください。高野さん、長時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。